はい、アイリルです。パン。キンコロテヘチュチューミチです。すごい適当ですね、今。パン。ということで、本日の企画は、ティーンズのみんなにおなじみのドリア学園で授業してみたです。高校生ですよ。高校生か。やばい、2年前だよ。2年前ですね。楽しめばよかったって。いや、本当にそうだよね。悲しくなるのでやめましょう。ちょっとやめ。早速ね、今回ブレー学園を紹介してくれる生徒さんが来てくださってるそうなので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ブレー学園の高等部3年生の夏目里乃です。よろしくお願いします。背がね、高いんですよ、ね、ちゃんは。182cmぐらいかな、多分。でも会ったことありますよね。そうです。あのみちちゃんとも以前お仕事で一緒させていただいて、あのアイリちゃんはもう結構何年も前から知ってますね。小学生ぐらいから仲いいもんね。そうだね。初めて会ったのは私が小学5年生ぐらいかな。ね、もう一人今回1年生の子で、二人の後輩にもなる。子がいるんですけど、ポップティーンのトップティーンズの子がいるので、はいはいはい、と思います。 お願いします。高等部1年生トップティーンズのキャスミルです。よろしくお願いします。お願いします。1年生、はい、ほやほやだね。この間入学しました。まだそんなに通ってないんですよ。だからいっぱい今日はブレアの魅力を伝えたいと思います。頼もしい。いやいやいや、私より頼もしいと思います。いやいや、ブレア学園のいろんな学科があるんですけど、それをお二人にいろんな体験をしていただきたいと思います。おー、楽しみ。行きましょう。行きましょう。お邪魔します。お邪魔します。ポップティーン TV。 ブレアなんですけど、芸能、美容、ファッション、授業があって、他にも部活とかもあるんですけど、現場に行った時に即戦力になれるような人材育成を行っていて、すごく先生たちが専門的な知識をたくさん教えてくれるので、とってもためになる授業がたくさん楽しいです。そう、めっちゃ楽しいんですよ。先生との距離感も近かったりとかして、美容学科の授業でそちらの教室を使うので行きましょう。お願いします。お願いします。今回先生をしてくださる愛ちゃんです。愛ちゃん、ブレアでメイク講師をしております和田愛と申します。今日は皆さんに特別授業、メイクの講座をしていきたいと思います。海外風のカットクリースといったちょっと難しい技法のアリアナグランデさんとかレディーガガさんがライブでやってるようなメイクをちょっと皆さんにやっていきたいと思います。これも別人に変化すると思います。早速やっていきたいと思うんですけど。お願いします。すごいよ、なんか色が、うん、めちゃめちゃ色がやばいよ。使わない原色しかないです。特殊メイクで使うようなものも出してきたので、まつげすごいですもん。え、これやばいですね。マジこれじゃん。リノは検定も持ってるから、持ってます。メイク検定を持ってるので、2級まで持ってるので、すごい。メイクはリノがやってもらおうかな。はい、頑張ります。お願いします。それではカットクリースのメイクを始めていきたいと思います。お願いします。今あるメイクのまま進めていくんですけど、骨のくぼみをちょっと軽く優しく確認して、あるそう、ずっとある、まずある、まずアイシャドウを塗っていくので、え、すごい、すごい、かわいい、それだけでもね、ここまでここしたらいいんだ。そう、すごい、絵の具みたいな、ちょっと絵の具みたいな、めっちゃ合う。すごい、でも今ホワイトライナーとか流行ってるから、この上からアイシャドウをつけていくので、あ、うん、いい感じ、いい感じ、これおそろい。すごいね、なんかすごい。すごい、こっからどうなっていくんだろう。え、めっちゃ綺麗にいってたよ。うまい。うまい。さすが2級。出た。ついに。出た、その、つけまつげをつけるのですが、かけてください。お、すごい一瞬で。やばい。え、結構重いですか。思ったより重くないけど。目に黒いものが。普段つけてても全然違和感なさそう。いや、あるでしょ。あるでしょね。大丈夫。じゃあ反対もやってみようか、そのまんま。両目やるの？固めっていう感じで。こっちから行きますか。じゃんけん。じゃんけん。ちょっと待って。ちょっと待って。やだ。
ってくる。そうそう、丸めてもね。やったことないんだよ。ないです。いいじゃん。いいだ。両目やっちゃいましょうか。わあ、やばい。なぜか私これこれ。はい。じゃあ両目。はい。そうだよね。まだヘアの僕に頑張って。ちょっと待って待って、怖い怖い。つけまつついてる。ヘアでしょ。ファッション学科に行きたいと思います。行きましょう、行きましょう。はい、ということでここからファッション学科に行きたいと思うんですけど、美乃先輩がファッション学科ということなので、はい、ファッション学科はですね、洋服をミシンで一から生地から作るのもメインなんですけど、ブレアってすごい特殊なので、いろんな企業さんだったりとか、今で言うとウィゴーさんとコラボして学生たちと一緒にデザインを考えてアイテムを実際に発売してるっていう、いろんなことをしてます。1年生が授業してるみたいなので聞いていきたいと思います。行きましょう。ちょっと失礼します。あ、ちょうどこれが、あ、これです。話してたウィゴーさんとのコラボアイテムで作ったマスクです。可愛いですよね。これすごい人気で、すぐ完売だったんですよ。でもずっとオンラインストアも1位にいるみたいな。すごい人気だった。じゃあ今何してるかちょっと聞いていっちゃっても大丈夫ですかね。あ、聞きました、インタビューを。あ、聞いても大丈夫ですか。はい、じゃあちょっと今何してるか教えてください。タイトスカートのパターンを作ってます。計算されてます。なんか私も授業で一応焼いてはいるけど、はい、やっぱ見るとあーってね。めっちゃ計算するんですよこれ。え、すごい、ね、計算めっちゃ意味わかんない。めっちゃ意味わかんないよね。あ、もうやだ。これ多分めっちゃ携帯系したいと思うんですけど、お時間なので次に行きたいと思います。ちょっと絶対あるの。ちょっと次の学科に行きたいと思います。行きましょう。はい、ということでね、次は芸能モデル学科の教室がちょっと派手なピンクの、はい、こちらのすごいですよ。有名なやつだよね。すごい、ね、はい、しずちゃんが実際に芸能モデル学科、はい、あ、どんな感じ。そうなんです、あのブレアって企業との合同授業があったり、プロの現場で技術を学びながら高校の卒業資格が取れるっていうのがブレアのやっぱ一番の魅力なんですけど、芸能モデル学科って本当に一番その中でユニークなんですよね。あら、めっちゃ楽しんでください。はい、分かりました。ここからギャルのギャルギャルを持っていただいて、ギャルという感じで、こちらが芸能学科になります。怖い。本日はよろしくお願いします。まず僕たちの自己紹介から。僕たち一応インフルエンサーとしても活動していて、はい、普段はですねこのブレア学園で講師として教えています、はい、ブレア学園っていうのは芸能コースっていうのがありまして、ウォーキングであったりポージングであったり、あともう一つ今流行りの SNS の授業もやっていて、でそれでそういう講師を普段やっています。はい、で自己紹介すると僕が土井光平です。はい、土井ちゃんです。土井ちゃん、僕は一応まあ舞台俳優とか、マルチタレントとして一応活動させていただいてます。ナオピーです。ナオピー、ナオピー。で今回のテーマが、はい、本日のテーマはですね、恋愛リアリティショーでございます。イエイ。はい、まず、お二人ですね、マツコハカップル、はい、ちょっと紹介もさせていただきたいと思いますね。今日になりました、霞草編で成立した千葉敦樹と増田小春です。よろしくお願いします。お願いします。レアリアリティショーではね、もう本当に大先輩でございましてね、まあ、僕らはレアの本講師としてやらせていただいてるんですけど、特別講師として2人には来ていただいたという話もで、ここでせっかくなので2人にもその特別講師として実際に出てますからね。実際に出ているので、ぜひ学生たちに、はい、お二人たちはオオカミちゃん、
に絶対やらせてますですよね。はい、大活躍のお二人です、はい、そうですね、はい、で学生たちには学生たちも結構リアリティショー出たいよって人結構いるよね。すごいね、みんな出たいね。こういう学生さんたちのためにぜひなんかもし出た時に爪痕を残せるようなアドバイスをいただけたらなと思っております、はい、おじさんよろしくお願いします。お願いします。まあ、早速、アツコハカップルにですね、どのような、経緯で出演したのか。自分はプロデューサーさんから直接 DM をいただいて、そこからオーディションを受けて出演させていただいた形で。なるほど、今どき今どき君を探してって感じだよね。ありがたいことです。私は事務所の方から受けてみないっていう形で、その時 TikTok とインスタを頑張っていたので、いい機会だからみたいな感じで。やっぱ2人とも全然違う形で出演っていうことで、だからもしかしたらもうみんなもその SNS からその事務所入ってない人とかもね、いいかもしれないって思っていただけるような SNS を更新してれば、もしかしたらきっかけがあるんじゃないでしょうか。そうだね。オーディション対策とかって何かしましたか。自分の長所短所とか自分のことを、まあ、よく理解しておくっていうのは。ちなみに自分の長所はじゃなくて、自分の長所ですか。言ったってください。あちなみに小春ちゃんはどこと思う。やっぱり成立したきっかけが、けん玉だったんですよ。けん玉長所じゃねえ、けん玉ってこと。ちなみになんかけん玉とかあったりする。まさかないよ、まさかないよ、まさか何のフリーなんすか、まさかあんのさすがあるんかい、あるんかい、あるんかい。彼の長所なので、ぜひともちょっとそこの特技を。じゃあ3人、3人いる一応自分のタイミングで。ごめんなさい、ごめんなさい。何が成功なんすか。そもそもなんですけど、こうやって回して、はい、ここに入ったらです。あ、なるほどね。いきます。アツキアウト。2人にも聞こえる。そうだね、京介とはね、また全然違った、ちょっとね、系統違うもんね。そうですね。そうなんですよね。2人はじゃあどういった経緯で。私は、事務所だった。あ、私も事務所。あ、事務所だった。オーディションどんな感じでした。どういったことをやりました、オーディションで。シンプルに質疑応答。質疑応答、あ、質疑応答だった。好きなタイプとか。好きなタイプね。二人はなんか合格のポイントみたいななんかありました。特にこれといったことは分かんなくて、どの狼のシーズンを見ても全く違うタイプの女の子、男の子が揃ってるから、あ、個性が大事なのかな。なるほどね。皆さん、まあ、個性といったらね、もうブレアでしょうね。リアリティショーに出てこれが良かったとか何か聞きたいんだけど、それ人として成長できたのもそうですし、小春ちゃんだろ。いや、もちろん。いや、そこに言わないでください。先に言わないでください。だからその盛り上げてからやっぱり。そうやんな。結局いや、ちょ、分かってない。分かってない。すごい分かってないと指摘を受けました。小春ちゃんと出会ったことは一番本当に嬉しいことだと思います。一人はなんかその狼のメンバーって10人ぐらいいらっしゃるんですけど、はい、でそのまず仲間っていうか、その友達に出会えたことが、とかスタッフさんに出会えたことが結構一番楽しくて、スタッフさんともすごい仲良くなれたので。いいね、出会いいね、そういう風に言えるのね。逆に大変だったことは、狼ってその恋愛しながらなんか物をみんなで作って一つのものを作り上げるみたいなのがあるんですけど、それがなんか割と大変で、フラワーアート、あー、本当に大変で、カメラ回ってないとこでもみんな一生懸命作ってて、あー、もう本当にカメラ休憩なしに作業してましたよ、ね、うん、ずっと作らないと追いつかないんですよ、間に合わない。あ、さっきのフラワーアート相当大変だったね。後半から職人さんみたいな、職人さん、あ、もうね、でも慣れてね。はい、ということで本日はブレア学園さんにお邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。あ、違う違う違う、どうでした。あ、みちゅめっちゃダメ。雰囲気が若いなと思って、まず圧倒されちゃう。すごいいい学校だなと思いました。なんか2人にね、来てもらえてすごい新鮮な気持ち、楽しんでもらえてすごい良かったです。嬉しかったです。ここでブレアさんからお知らせがあるということなので、よろしくお願いします。すいません、改めましてありがとうございました。今日は僕ら、3人も、出演させていただいてるんですけども、ブレア学園の、一つのコンテンツとしてショートムービーを、僕ら、作らせていただきまして、まあ、タイトルがドナというもので、先日ね、公開されまして、それをぜひとも、皆様に見ていただきたいなということで、今日ゲストで来ていただいたアツコハカップルも、そうですね、はい、出てもらっていて、
本当にドナー登録を増やすことを目的として作った動画なので、ぜひ皆さん見ていただけるとありがたいです。はい、で放課後ピース、放課後が漢字、ピースがひらがなですね、こちらを、検索していただきますとドナーのという作品が、見れますので、ぜひとも、見ていただけたら、幸いだと思います。はい、すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、ということでですね、今回来てもらったブレア学園のパンフレットがこちらになります。はい、おしゃれこれ私なんですけど、ちょっとあの、うん、別人感すごいですよね、すごい私とポップティーンモデルのレアパトちゃんが一緒に表彰しているパンフレットになります。こちら裏にウィボーの 10% のクーポン券がついているんですけど、誰でも普通の高校の資料なので誰でも資料請求。すごいですね、もう確かに普通じゃないですよ。そうなんです。ここ最近でブレアに来てくれた方たちの紹介だったりとか、ポップティーンの先輩方が載っております。前回のポップティーン先輩、制服の種類がいっぱいあるんですけど、制服のいろんなレパートリーが載っております。いろんな人に楽しんで見ていただけるようなパンフレットかなと思います。見てみてください。はい、ということで詳しい内容は概要欄にありますので、そちらをよろしくお願いします。お願いします。それでは、バイバイ。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメント、おすすめ動画、よろしくお願いします。次の動画も見てね。